にちは。スピリチュアルの女神です。試練に耐えきれず女性の元から去ってしまったツインレイ男性の魂はしばらくはどうしていいかわからずさまよい続けます。リアルの世界でも自分が何をしたいのかわからず毎日浮かない顔をしてぼんやりと過ごすようになるでしょう。愛の面においても新しい恋をしようとするけど心から相手を好きになれずに体だけの関係になってしまったり女性をどっかへ引っ返して結局誰からも愛されなかったりずっと逃げてしまったことが心の奥底で引っかかっていて前に進むことができないのです。しかし女性霊とトリプル霊がエネルギー交流を活発に行い統合へとステップを踏んでいくにつれ離れた場所にいるツインレイ男性にもエネルギーが強制的に送られてくるようになります。エネルギーを受け取った彼はなぜだか理由はわからないけれど生きる希望が湧いてきて気持ちが前向きになり毎日を精力的に送れるようになるのです。以前では目を背けてしまった自分の弱いところを認められるようになりそのままの自分を愛せるようになったツインレイ男性は気づきます。本当の愛とは何か無償の愛は何なのかということに自分の生まれてきた意味使命を見つけた彼は一人でも頑張れるようになります。現実世界ではもう女性霊と恋愛関係になることはありませんが成長を遂げた魂はやがて一つになろうと動き始めるでしょう。トリプル霊に出会った未来トリプル霊に出会う女性は少ないと言われています。実際に出会えるのは辛いサイレント期間でも心を強く持ち真実の愛を信じ続けたレベルの高い魂でないと。たとえすぐ近くにトリプル霊がいたとしても気づくことができないのです。トリプル霊の彼からアプローチを受けてもしばらくは関係を進展させることができません。ツインの彼が自分の元に帰ってくることはない。心の中ではそう分かっていても愛を信じる女性霊はそう簡単に彼のことを諦めることができないからです。運命の相手だと分かっているのに自分から手を離していいのか戸惑い悩み両手を広げてトリプル霊の胸に飛び込むことはできないでしょう。しかし傷ついた女性霊の心と体を優しく包み込んで癒してくれるトリプル霊に女性は次第に心を開いていきます。強く惹かれる心に正直になりやがて彼も私の運命の人だったんだということに気づくのです。トリプル霊と出会った女性は最強です。宇宙から守られたくさんの愛を受けこの上ない幸福感で包まれます。そして自分の使命である愛を大きな愛にして宇宙に解き放つ役割を果たすのです。女性霊の救世主となって現れるトリプル霊。トリプル霊の男性は今までも数々の試練に打ち勝ってきたため強くレベルが高い魂である場合が多いです。そんな彼は統合という魂の最終段階へ進むため運命の女性を探します。運命の女性を幸せにするという使命を強く感じていてこの人だと確信を持てたトリプル霊男性はその女性を深い愛で包み込み愛することで真実の愛を知るのです。トリプル霊男性は女性霊と恋愛関係になりやがて結婚します。出会った当初はお互い激しく求め合っていた愛情も時間の経過とともに穏やかなものに変わっていき家族という形で愛を
を育んでいくようになるでしょう。ただ、風の時代に突入した現在からこれからは、あまり結婚という形に関わらなくなると予測されています。もちろん、あなたが真剣に結婚を望めば、受け入れてくれるに違いないでしょうが、どちらもそれほど結婚したいと思わないのであれば、それぞれの魂が、それぞれの愛の形を見つけていくようになるでしょう。非常に稀と言われるトリプルレイ。しかし、誰もがトリプルレイと出会える可能性を持っているのは確かです。サイレント期間中、ツインの彼に会えなくて、終わりの見えないトンネルにくじけそうになってしまった時には、トリプルレイのことを思い出してください。もしかしたら、あなたが気づいていないだけで、すぐそばにいるかもしれませんよ。ツインの彼の他に、どうしても気になる人が、できてしまった場合、きっとあなたは、思い悩むでしょう。運命の相手は、ツインの彼だけのはずなのに、と。しかし、私たちの運命の相手は、一人とは限らないのです。実際にはトリプルレイ、さらにはその上の、クワトロレイが現れる場合もあります。自分の心の声、魂の声に耳を傾けてみましょう。強く惹かれるのは、運命の相手だからに違いありません。トリプルレイに出会えたら最強です。ツイン女性にとって、ツインレイの男性も、トリプルレイの男性も自分であることを理解したり、同じようにトリプルレイの男性を愛することができると言われているそうですが、トリプルとツインへの愛は違う場合もあります。トリプルレイはツインレイのようにもう一人の自分という感じがしないことが多いです。自分ともツインとも逆だと感じることも、とにかく一人で出来上がっている感じが強いです。トリプルレイとも、サイレント期間や分離期間があるということをおっしゃってる方はいませんが、トリプルレイともサイレント期間や分離期間がある場合があります。ツインレイとトリプルレイは動きが同時進行しないと言われてます。どちらとも関わりがありつつ進行している方もいたり、誘導しなくても、二人の行動が被る、鉢合わせになるようなことは滅多にないそうです。ちゃんとうまくハイヤーセルフで担当分けされているのかもしれません。ツインレイと同じようにトリプルレイの男性を愛することができると言われていれいますが、やっぱりツインレイとなる可能性も高いようです。それは、やっぱり自分と分け合った魂の性質を多く持っているのがツインレイでないかと思っています。トリプルレイは宇宙からギフトや宇宙で一緒になる男性から作されたという考え方があるそうです。宇宙がツイン男性から作り出してくれたというような。だからツイン男性とトリプル男性も似ているところと反対なところがあると考えられます。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。